誰なの？私を呼ぶのは。誰なの？私を呼ぶのは。国だ。お前は誰だ、あなた方とっても言葉遣いが乱暴ね。それに人に名前を聞くときは自分から先に名乗るものよ。俺たちは車族だ。私はドロシーよ。どこから来た？カンサスよ。そんなところは知らないな。でたらめしてるんだ。そんな嘘なんかつかないわ。じゃあ何しに来たんだ？お家で寝ていたらチックタックチックタックって音が聞こえてきて。ん？チックタック。その音がだんだん大きく聞こえてきたの。なんだか私を呼んでいるようだったわ。どうやって来たんだ？わからないわ。気がついたらここに倒れていたの。さ、キュイン。ずいぶんおかしな話だ。お前もしかして魔法使ったんだろ？こいつは魔女だぞ。魔女に違いない。魔女だ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 。違うわ。こいつもさっきのやつと同じ仲間じゃないのか？さっきの人って誰？体が鉄でできてるやつだ。キコリさんかしら。キトン知ってるのか？ええ、私のお友達よ。やっぱりな。あいつの仲間なら勘弁しないぞ。そうだそうだ。何があったのかよくわかんないけど、キコリさんはわけもなく人に迷惑はかけないわ。とっても心の優しい人だもの。優しい人が悪いことしに来るもんか。そうだそうだ。そんなんじゃないわ。だってあなたたちとっても乱暴だもの。何？あんなやつの味方をするなんて懲らしめてやる。ベベベベベベベ。あっ、
ません。痛いんだよここんとこ。すいません。お、逃げるぞ。ここ待て。また音が聞こえるわ。どこから聞こえてくるのかしら。この人から音が出てるんだわ。車族の人たちが言っていたのは木こりさんじゃなくてこの人かもしれないわ。どこか気分が悪いんですか？それともどこか壊れているのかしら？そうだ、きっとゼンマイが切れているんだわ。動き出さないわ。ネジの巻き方を間違えたのかしら。あらあら大変。ネジを元に戻さなくっちゃ。驚くことはありませんですよ。だって急に喋り出すんですもの。ネジを巻かれりゃいつだってペラペラと喋りますよ。ちょっとお伺いしますが、あなたが私を呼んでいたの？そうです。ちょっと用意して出かけてきたら途中でゼンマイが切れちゃったもんで、最後に残った力でチックタックの信号を送ってたわけです。 あら、じゃああなたもあの車族に追われてきたの？そうです。あの人たちとっても怖かったであります。面白い人。面白いと褒めてもらって嬉しいです。あ、私は品質保証付き安全第一のチックタックです。してお助けいただいたお嬢さんのお名前はなんておっしゃるんですか？今日はよく名前を聞かれる日だわ。え？
おかしな名前ですね。今日はよく名前を聞かれる日田和さんだなんて。いやだ、名前はドロシーよ。ちょっとふざけただけですよ。ドロシーさん、これからどうしますかね、ドロシーさん。どうするって、あなた用事があってチックタクさんはここへ来たんでしょ。ええ、私のご主人様のラングディア姫のお使いで来たんですがね。はい。お使い？ええ、あ、でもそれはちょっと喋るわけにはいきません。あっさ、何か車族の人にいたずらでもしに来たんじゃなくて、ずいぶんあの人たちを怒っていたから。そんな、車族になんてとんでもございませんですよ。私が車族の帽子を盗みに来たなんて冗談言っちゃいけませんですよ。そんなこと口が裂ける。へえ、帽子をどうするんですって。あ、いえね、帽子をかぶらなきゃ、あ、ほら、あの岩が落ちてきて危ないんじゃないかと。あ、そうだ、帽子かぶってないのならドロシーさん、早くこの岩山を下った方がいいんじゃないかと思ったんですよ。ほんとほんと。ふぅ、危なかった。もう少しでバレちゃうとこだった。バレたらラングディア姫にお仕置きされるとこだった。いや、何を独り言言ってるの。いや、なんでもないです。それより早くここから降りましょうね。私もここから逃げ出したいわ。でも山のふもとは車族が待ち伏せているわよ。今降りていったらひどい目に遭うわ。何か明暗でもあるの。明暗ね、明暗ね。どうしたの。ゼンマイが切れちゃったのね。無駄なおしゃべりばかりしてるからよ。ビタビタ、あ、いや、たびたびどうもありがとうございまし。いやいや、ちょっと、おいちぎ、おいちぎった。何のお話でしたっけ。今はね、ここから山を降りる方法があるかどうかという話をしてたのよ。そうそう、それがあるんですよ。この岩山を登って反対側から降りるんです。ダメよそんな、反対側にも車族がいると思うわ。そうですかね。あ、ちょっとお待ちください。私の判断では、まあ少々危険は伴いますが、やってみる価値はあると思うのですが。そんなことがなんでわかるの。こんな時、頭の中でネジが動くと3つのことが自動的にわかるんです。少し危ない、ぬく、危ない、ぬく、とっても危ないって、まあこんな風にね。へえ、ネジを取ればあなたブリキのキコリさんみたい。キコリさんって誰ですか。これは私の秘密、あなたの秘密のお返しよ。お返しね。まあいいでしょ、とにかく裏から降りてみましょう。大丈夫ですよ、ドロシーさん、出てきてもね、言った通りでしょ。じゃあ、あなたはこれからラングディア姫のところへ帰るのね。ご命令を実行できなかったので、多分お仕置きは厳しいでしょうが、他に帰るとこもございませんので。そう、私はキコリさんやカカシさんに会いに行くわ。オズの国はどっちの方角かしら。さて、私にはわかりませんが。あなたは考えれば何でもわかるんじゃなかったの。時によりけりの話でして。割と頼りないのね。ゼンマイ仕掛けだもんですから。オズの国はどっちの方かしらね。Thank you.
怖いよ。やっぱりかなり危ないでしたね。どうするのよ。どうするって、私はとってもこの人たちには。仕方ないわね。まだ何か用があるんですか。後ろに隠れているのがお前の友達のキコリか。キコリさんじゃなかったわ。でも、もうお友達よ、私たちは。じゃあやっぱりお前も泥棒の仲間だな。泥棒ですって、失礼しちゃう。私、人のものなんて盗んだことなんかないわ。そいつは俺たちの帽子を盗もうとしたんだ。え？車族の人たちの言っていることは本当なの？ええ、それがラングディア姫のご命令でして。まあ、呆れた。トンドウ姫様があったもんだわ。お前たちを許すわけにはいかないな。ちょっと待って。私はあなた方のものを盗んだりしてないし、チックタックさんだってお姫様の命令で仕方なしにしたことなのよ。そうですよ。お前たちには責任はないっていうのか。そうよ。じゃあ俺たちにどうしろというんだ。あなたたちがお姫様に会って責任を取ってもらえばいいんじゃないかしら。それはできないな。なんで？俺たちはこの道がないとどこへも行かれないんだ。そう、じゃあこうしましょう。私がお姫様に会いに行って、もう二度と車族の帽子を盗みに来ないように言うわ。信用できないな。あら、人を信じられないなんてかわいそうな人だわ。ねえ、よし、わかった。言う通りにしよう。お前は嘘をついているようには見えないしな。でも今度盗みに来たら絶対に許さないからな。覚えておけ。引き上げるな。ねえねえドロシーさんは頭がいいですね。どうして？車族をうまく騙したからですよ。騙したりしないわ。これからラングディア姫にお会いして、もうこんなことをしないように注意するわ。いやいやいや、やめた方がいいですよ。何せ大いに変わった方ですから。私は平気よ。さあ行きましょう。ねえ、どっちに行けばいいの？あっち、あっちですよ。さ、行きましょう。待ってくださいよ。の帽子を集めてるなんて、ラングディア姫って面白い方なのね。ええ、頭につけるものなら帽子や冠、鉢巻、何でも集めているんです。ええ、鉢巻まで。でも、かぶれるのは一度に一つでしょ。そんなにたくさん集めて一体どうするのかしら。なんというか、それはですね、かぶるものによって気分を変えているんでしょうね。軍人の帽子をかぶると勇ましくなって、ベールの帽子をかぶるとおしとやかになるんです。それじゃあ怖い帽子なんかかぶってなきゃいいけど。蛇の王冠なんてのをかぶっていたら大変ですよ。この王冠の性格は険しくて傲慢極まりないんですから。嫌だわ。あそこですよ。私、ドロシー。ラングディア姫って、それは気まぐれでひどいお姫様なの。私とチックタックはお城の地下室に閉じ込められてしまったの。ラングディア姫のお願いって何かしら。次回、ラングディアの城、お楽しみにね。